はい、改めて牛を演じました桜田ひよりです。今日は皆さんと少しでも楽しいお話ができたらなと思っております。今日はよろしくお願いいたします。風間監督とはサイレントに続きご一緒されておりますけれども、何か監督から言われたこととか、その撮影中に演出を受けたことで印象に残っていることってありますか？そうですね、2回目ということで、基本的にこう意思疎通も取れているいましたし、やっぱりこう自分が思っていることと監督が思っていることが同じだったりしてたので、なんかそこはこうあえてこうたくさん話し込むってことは前回よりかはなかったんですけど、その分その私自身のこうお話をたくさんさせていただくことがあって、結構こうプライベートなこう内面、桜田ひよりとしてのお話をよくさせていただいたので、なんかその中からどこか後ろに通ずる部分だったりとか、そういうところを多分感じ取ってくれたんじゃないかなっていうふうに思っています。なるほど。監督とおっしゃってますが、そんなに今作の中ではこうたくさん話をするというよりは桜田さんの話を聞くみたいな形だったんですか？まさに今おっしゃってくれたような感じだったかなというふうに思ってて、その後ろの役どころとして持ってるその属性みたいなものが日和さんがもともと持ってるものに近いだろうなっていう思いもあったので、そういう思いもあってオファーをしてるっていうところから入っているので、できるだけその後ろとその日和さん自身をこうさっきも言いましたけど投射してもらうというか、なんかそういうキャラクター作りができたらいいなっていう意味では、キャラクターとしてこう分けないで自分自身とこう表裏一体なものとして演じてほしいなっていう欲はあったんだと思いますね。せーの、愛犬。お、あ、これ愛犬。あ、それ犬。これ犬。あ、これ犬です。犬種。犬。どう見ても犬です。どう見ても犬です。犬種は何ですか？プードルなんですけど、もう私の推しといえば、ファンの方知ってくださってる方が多いと思うんですけど、愛犬のアル君、とっても可愛くて、いつもこうお仕事が帰ってくるとタタタタタタって駆け寄ってきてくれて、それがもう毎日の癒しになっているので、私の愛犬が推しです。推し、ありがとうございます。愛犬ということで達筆でございます。はい、僕はこちらです。桜田ひよりさん真剣ですよ。語っていただきましょうか。はい、いやね、今回初めてこう共演させていただいて、本当にこう桜田氏の魅力にもうどっぷりハマっちゃいまして、お、本当にこれからも応援し続けます。桜田さんが困ってる。じんわりくるね。じんわりくる。いや、ありがたいですね、はいはい、そう思っていただけて。でもなんかちょっと片思い。ああ、そうですね、今ちょっと片思いなので、もう一個あったら多分川西さんって書いてました。2番。すいません、はい、1番はちょっと愛犬でした。全然嬉しい。2番目でもいいですか？2番目でもいいです。全然嬉しい。じゃあ推し2として、推し2ということで、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。最後に風間監督お願いします。いや、僕人生で推しを持ったことがないんですよ。もう好きなものはあるんですけどね、本当にこう推したいっていうことでなんかこう自分が動いたことがなくて、これは自分への期待も込めて、そして日和さんの代わりということで匠です。うわー、すごい。嬉しすぎる。一方通行じゃないですか。ほんまや。はい、まあでも本当に JO1 のライブに行かさせてもらったりとかして、もうかっこいいですね。いやいやいや、匠さん本当に、はい、嬉しい。自分への期待を込めて匠です。いや、嬉しいです。これは本当のやつでねえ。これはじゃあそれぞれが思っていたという、ね、推していたという、一方通行あるんですね。通行ですね。スーッと横にね行きましたけれども、いいんじゃないでしょうか。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。夏に撮影したんですけど、予告にもあった通りこう海で撮影がすごく多かったんですけど、とにかく風がすっごく強くって、なのにこう予告で使われてる映像だったりとかポスターとか一切その風を感じず、その裏にはこうヘアメイクさんがガチガチにスプレーで止めてくださったりとか、こう
大人のスタッフさんがこう風よけのねネットみたいなのがあるんですけど、それをもう一生懸命囲ってくれたりとか、本当にいろんな人の支えがあってものすごく爽やかに映像に映っているので、ちょっと見どころだなっていうふうに思いますね。そうだったんですね、はい、風監督私も拝見しててそんなに感じなかったんですけど、ね、操りました。いつも吹いてたね。いつも吹いてましたね。大体撮ってる時吹いてますね、はい。最後、次はオフィシャル行きましょうか。じゃあ、パネルごと指さす感じで、うん、そうそうそう、5月3日公開、行きますよ。ここでゆっくり笑顔で、じゃあオフィシャル写真になります。真ん中見てください、笑顔でお願いします。学生様笑顔で大学生笑顔でお願いします。はい、ありがとうございます。